クバー・ケンブリュック旧市街の街並みと、イジルベスター協会の塔、クバー・ケンブリュックは、ドイツ連邦共和国にダーザク選州、オスナブリュック軍北部のザムトゲマインであるトラントを構成する市で、バートベルゲン、メンスラーゲ、ノルトルプと共に構成する同ザムトゲマインでの本部、所在地である。本市は、ハーゼ川沿いに位置している。クバー・ケンブリュックは、オスナブリュッカーのルトラントと、 オルデンブルガー・ミュンスターラントとの間に位置するアルトラントの歴史的、経済的、文化的中心である。クバーケンブルックは1235年に初めて文献に記録されている。本市はブルクマンの町であり、後には半ザ都市でもあった。ブルクマンス豊富に住んだ城兵は、かつてオスナブルック市橋領の北の防衛拠点の役割を追った本市の城の防衛に当たった。 本市の象徴的建造物は、福音主義のジルベスター教会、カトリックのマリエン教会、かつて5つあったシモンのうち唯一現存する方へ、プフォルテである。歴史的旧市街は、約100棟の様々な時代の木組建築を特徴と、する。この町は2010年に創設775年を、祝った。クバー・ケンブリュック周辺地図クバー・ケンブリュックは北、ドイツ定地内の、 アルトラント小宅地の中心に位置する。ここは谷の砂地の土地と湿った低地に細分される平地である。南のトイトブルクの森から流れてくるハーゼ川はクロッペンブルガーゲイストに至り、その上り勾配のために西向きに流路を変える。ハーゼ川が分岐して北のエムスフントゲイスの尾根を迂回するために川筋が西に曲がるあたりにクバーケンブリックがある。 都市文書館のハービヒは1700年頃にこの町の立地について以下のように記している。そしてこの町が大変良い場所に位置していることを書き留めておく。ハーゼ川はこの町のすぐ上流側で六本の流れに分岐して流れており、すべての不潔なものを流し去る。また、多くの橋が架けられている。ハインリヒベーニング。 クエイコンブルック、ゲシヒテアイナーノードドイチェンクラインスタット第3期の高地の北側に位置する低地内ハーゼ川の氷河国では勾配差が小さいため内陸デルタが形成されている。内陸デルタの土地はその大部分がアルトラントに位置し氷期の間に氷河から溶け出した水の作用によって生じた堆積物で主に形成されている。 このデルタは17世紀以降人の手によってその姿や大きさを大きく変えている。運河が作られ、排水がなされ、川には堤防や石が建設された。特に出泉豊府近くの古紙水口建設とグローセ、ハーゼ川の迂回工事によって、1683年以降クバーケンブリック旧市街は洪水から守られている。 ボーリング調査の結果は、最上層が、ローム室及び、砂室の更新予の堆積物からなることを示している。最上層の厚さはおよそ5から7メートルであることを示している。この層の下には、約10メートルの厚さのローム室及び、泥排出の堆積層がある。25から30メートルの深さにある砂室の地層は、地下水の豊かな耐水層を形成している。 大水槽の最も浅い箇所は2から6メートルの深さにある。この町は何世紀もの間半円形に発展してきた。これはマルクと広場の北わずか500メートルをオルデンブルガー、ラントとの国境があり、北側への発展は不可能であったためである。1972年の地域再編によって、それまでエッセンに属していたヘンゲラーゲが合併したことでこの状況は解消した。 南は市内を西に向かって流れるクライネハーゼ川が自然の境界となっていたが、中世初期にはすでに橋が架けられた。ここには衛星集落、アンにニオルトが発展した。半円形の町の形状は現在もはっきりと認識でき、町の西、北、東を通る連邦道 B68 号線によって一層強調されている。連邦道を挟んで北東側が ハーゲンカンプ地区である。アルトシュタットから鉄道で分けられた南西側部分が20世紀初めに建設されたノイシュタットである。地域の南北の最大幅は約 5.0km、東西軸のそれは約 7.0km である。クバーケンブリュックの主要ブッチ図地域は以下の地区で構成されているアルトシュタット、ノイシュタット、ハーゲンカンプ、ヘンゲラーゲ、アントーニオルト、 グートフェール、エアホールングスゲビート出前豊富クバーケンブリュックのアルトシュタットは五角形のマルクト広場の周囲に集まっており、ランゲ通りをメインストリートとしている。アルトシュタット全域は歩行の速度で自動車の通行が許されている。ランゲ通りは一方通行で自動車レーン、自転車レーン、歩行者レーンに分かれている。一段高くなっている歩行者レーンは、 色分けされて示されている。歩行者専用地区の整備は放棄されている。1348年にハンセン病とペストがこの町を襲った時、クライネハーゼ川の対岸を通るシュタイン通りのシュタイン門外に西安島にウイ院が開設された。この周辺はその後たちまち発展し、ザンクト安島にハルベシュタットと呼ばれる衛星都市となった。ハルベシュタットとは、 そこに住む住民が、住民集会で反票の投票権を行使できる地区で、内市街の城兵による、この衛生都市に対する措置を否決できない状態を指す概念である。1398年には、シュタイン通りに対して、ザンクとアントーると、5つの市門の内南の門で、ある、シュタイン門に対して、アントニ門という故障が定着した。かつては、ビーラーゲと呼ばた、 北西部のヘンゲラーゲはグートフェールの領域に建設された。この地区は1972年までオルデンブルガー、ラントに属しており、クバーケンブリュックの地域にトゲのように張り出して、クバーケンブリュックが北西方向に広がるのを長らく阻止していた。ノイスタットの発展は1920年代に始まった。鉄道の南西側約250ヘクタール以上の メルシュラントと呼ばれる無人の湿地に飛行場が作られ、1935年に空軍基地に拡充された。第二次世界大戦中には飛行機整備工場が設けられた。1945年にイギリス軍によって占領され、同じ年にポーランド軍に引き渡された。1947年末にこの土地は占領軍兵士から解放され、1948年から 軍事施設の撤去が始まった。拡充された軍事施設の多くの建物が保存され、企業がこれに入居した。かつての軍事病院地区は民間病院となり、東プロイセンのレッセンで1909年に創設された婦人社会奉仕団母のイエベターニエンもこうした建物に入居した。1948年から1973年まで弊社の建物には、 ブレーメン上級郵政局の郵便学校が入居していた。宿営は主に民間人の居室として利用された。これに隣接する周辺地域に集落が形成されたことが新たな宿の成立に寄与した。出前法フレジャー地区は1847年にクバー・ケンブリュック射撃協会 1589EV によって市の東部、 ハーゼ川越水口の近くに宿泊施設を有する射撃場を設けたことに始まる。ここはその後すぐにハイキングの目的地となり、シャウプラッツファーターレンディシャーフェアアンシュタルトゥンゲンに発展した。広大な公園内の約2キロメートルに及ぶ多くの並木道をアプローチに持つローマ風の建物は、1970年代に解体され、カフェイコールレストラン、テニスコートや、 ミニゴルフ場を備えた近代的な建物に建て替えられた。だがこの建物は先代の建物に比べて人気があるとは言えない。それでもここは湖に近く様々なスポーツ施設が充実した広大で多くの人が訪れるレジャー施設に発展した。射撃場では毎年射撃祭が開催される。クバー・ケンブリュックは北はアッドルプ村のあるエッセン。 東はディンクラーゲ、南はバートベルゲン、西はメンスラーゲと境を接する。バートベルゲンとメンスラーゲはクバーケンブリュック及びノルトルプと共にオスナブリュック軍内でザムトゲマインであるトラントを形成している。ディンクラーゲはフェヒタ軍、エッセンはクロッペンブリュック軍に属す。クバーケンブリュックは北海岸の海洋性気候から南部及び 東部の大陸性気候への移行部に位置するニー新川作戦の温帯気候域に属しており、北海からの湿った北西風により影響を受ける海岸性気候の特徴を持つ。クバーケンブリュックの年間平均気温は8.5、摂氏9.0度、年間降水量は約616ミ、mm、リメートルである。最も暖かい月は7月と8月で、 その平均気温は摂氏17.2度および摂氏16.9度である。最も寒いのは1月と2月で、平均気温は摂氏1.6度と摂氏2.2度である。最も多くの降水があるのは6月と7月で、平均月間降水量は 69mm よび 75mm。最も少ないのは2月と3月で 36mm と 42mm である。 5月から8月までの間に平均20から25日の夏日がある。雨の日数は12月が10日で最も多いが、降水量49ミリメートルは平均程度である。また、クバーケンブリュック地域とベルゼンブリュック地域を比較すると、前者の方が降水量が少ないことに注意すべきである。さらに40キロメートル西南西のエムスラントに位置する。 人間における平均年間降水量の長期平均値は789ミ、mm、リメートルで200ミリメートル近い差がある。こうした降水量分布はおそらく一部はこの地域の地理的環境に原因がある。クバーケンブリュックの南西に氷河期のモレーンでできた丘陵であるアンクムコーチが伸びている。このコーチは北ドイツ低地から南北に流起しており、 その北端がベルゲンの近くに位置している。通常の北ドイツの海洋性気候は南西から北西の風が支配的である。この地域に降水をもたらす南西からの風が吹くと、この地域で唯一の流気であるアンクムコーチで若干の風上と風下が生じる。その結果、流気の東から北東地域では西から南西の地域に比べて乾燥する。 クバーケンブリュックの人口推移16世紀初頭になって初めて町の人口についての資料が出現する。主に租税台帳で世帯数が記されており、ここから人口の概数を算定することができる。ニーダーザク編集州の州立文書館であるオスナブリュック州立文書館は16世紀の台帳を3冊所蔵している。これを基礎に1512年、1532年、 1599年の人口が推定されるが、ここから2度のペストの流行や80年戦争の影響を算出することはできなかった。2度目のペストの流行では710人が死亡したと別の文書が伝えている。1667年から境界記録簿、1672年からロックスフツレジスターの運用が開始され、文献の状況は良くなっている。 1772年からは人口調査結果が存在する。第一次世界大戦が人口推移に及ぼした影響に関する研究はない。ドイツ国の人口調査は1925年に初めて行われたためである。第二次世界大戦の影響は緩和できない。1946年の人口は追放された、人々で大きく増加したにもかかわらず。 1939年の人口よりも少なかった。第二次世界大戦後、人口のわずかな減少は繰り返しあったものの、実質的には故郷を追われた人々や引き上げ者たちの流入で、クバーケンブリュックの人口は絶えず増加していった。人口密度は、1939年の約530人、平方キロメートルから2008年には714人。 平方キロメートルにまで増加した。第二次世界大戦後、クバーケンブリュック地方には、シレジア、東プロイセン、ポンメルン、ズデーテン地方から追われた人々が住み着いた。これに加えて、1960年代からは、トランシルバニアの1970年代からは、オーバーシレジアや、その他のポーランド地域のドイツ系住民が移り住み、1980年からは、 ドイツ系ロシア人、さらに1993年以降はドイツ語が話せない家族も主にロシアやカザフスタンから移住してきた。その上、他のドイツの大きな都市と同様に、経済成長期に労働力の需要を外国人労働者の募集で補い、その一部がこの町に永続的に定住した。こうして20世紀末の数十年間で流入したロシア人やギリシア人は、 約900人、内市700人となり、人口の上では、クバーケンブリュックで最も有力な民族コミュニティを形成した。ポーランド人も比較的大きな民族グループで約250人であるが、トルコ人などの古典的外国人労働者は約100人のとても小さなグループに見える。しかしこれらの労働者がギリシア国籍を有する。 主に西トラキアのトルコ人であることを考慮しなければならない。全人口に占める外国人の割合は2008年12月1日現在1520人11.63%である。このうち男性が840人、女性が680人である。2011年の人口調査によればクバーケンブリュック住民の36.6%が移民を祖先に持つ。 クバー・ケンブリュック住民は70以上の異なる国籍を持つ人々の集まりである。これには移民のほかにバスケットボールクラブアルトラントドラゴンズで活動する選手やスタッフも含まれている。いくつかの国は一人または一家族だけがその国籍を保有している。クバー・ケンブリュック市の2008年12月時点の男女別人口ピラミッドクバー・ケンブリュックの未成年の 比率は22.5%、20歳以上60歳未満は48.7%、高齢者は28.8%である。青年と老人の比は46、29、ドイツ全土のそれは38、41である。クバー・ケンブリュックは伝統的に福音主義の町である。しかし時代によってとても小さなカトリック組織も形成された。 1628年には一人だけカトリック教会に属すフーゴマイヤーという名前の人物がいた。その後の数的な発展については不明である。クバー・ケンブリュック住民の宗教分布についての統計が常に記録されていないためである。1600年頃カトリック住民は100人いた。1624年には37人のカトリック信者が記録されている。この数値は その後5 0から200人程度にまで増加した。1662年のビンデルスのガイストラシェイ、ポリザイオードングには、以下のように記されている。80人を超えない、最大に見積もっても90人程度の信者が教会を建設した、リハルト・ビンデル、ガイストリヒーポリザイ、オードングで、ファーステントムズ・オースナブルック・ホムヤーレ1662、 住民登録台帳が信頼できる数値を初めて伝えている。1803年の人口調査は宗教分布の内容を含んでおり、プロテスタント1603人、カトリック182人と記録している。カトリック住民の比率はその後増加した。1833年の人口調査ではその比率は20%を超え、 2279人の住民のうち1799人がルター派、473人がカトリック、7人が改革派であった。1900年には2082人の福音主義信者と992人のカトリック信者がクバーケンブリュックに住んでいた。20世紀の後半から主に故郷を追われた人々が流入したことでカトリック組織はさらに拡大した。 シナゴーグアトを示す記念版1844年、クバーケンブリュックに最初のユダヤ人家族が定住した。その後数十年の間にユダヤ系住民は増加した。1867年に17人、1895年に37人と増え、1926年には最多数の約100人に達した。1897年にクバーケンブリュックに シナゴーグが建設された。バートベルゲンにあった古い礼拝所が解体され売却されたためであった。1913年の改則により、クバーケンブリュックは公式にシナゴーグ教区の本部所在地となった。シナゴーグと並行してクバーケンブリュックにはユダヤ人小学校が設けられた。最初の教師は1898年に就任した。 10人に満たない少ない生徒数のため学校の存続が危ぶまれ、役所は学校の閉鎖を何度も考えた。ユダヤ教団はこれに対して長らく抵抗し、クバー・ケンブリュック氏からの援助を引き出した。1924年、この学校はついに閉鎖され、最後の2人の生徒は福音主義の学校に編入された。旧ユダヤ人墓地はシュタイメラーゲベイクにある。 この墓地は1930、31人に設けられた。バートベルゲン近郊のグローテにあった、この教団の古い墓地は荒らされてしまった。2008年12月1日のクバーケンブリュック、住民登録家の統計によれば、福音主義ルター派は5604人、ローマイコールカトリック信者は4050人で、やはり25%弱であった。2011年の人口調査は、 福音主義信者が46.5%、ローマイコールカトリック信者が30%、聖教徒が3.2%、その他の宗教の信者、または、いずれの宗教団体にも属さない者が19.2%であった。1235年に、クエイコンボラガという表記で、初めて登場する、この奇妙な町の名前の確たる意味はほとんどわかっていない。 後半部分が川を渡る橋であることは明らかであるが、前半部分については、数多くの推測がなされている。白信の古い表記がクエイ君であり、少なくない研究者がこの町の名前を、た元に、白信のある橋と解釈している。しかし、大昔は、ハーゼ川の沼地であった、この地域に、いつ白信があったのか疑わしい。これに対して、象形、小さな橋を意味する。 古いオランダ語のクワックだとする説があるほとんどの研究者は歴史家ヘルマン・ロテールとが唱える以下の説に賛同しているクバーケンブリュックという名前はカウキー族と同様 アングロサクソン語のチャウケンに由来する。古英語のクワグマイヤー、ユトランド語のクバグはこの言葉に由来するが、どちらも沼地を意味する。カウキー族は海岸の沼地に住む人であり、クバーケンブリュックは揺れる象形にかかる橋、あるいはもっと直接的に揺れる沼地の上にかかる橋を意味している。ヘルマン・ロテールと、ゲシヒテデアスタット・クエイコンブルック・イン・エルター、 サイト近代のこの街を示すキャラクターであるオタマジャクシやカエルとは関係がない。クバーケンブリュックの創設に関する文献は存在しない。1383年の大化が古い基盤を焼き尽くしてしまった。研究者はオスナブリュック史教文書の1235年の文献を最初の資料としているが入植の始まりはかなり古いと推測されている。 この最初の文献で、すでに水車が話題となっているからである。これはおそらく剣道な司教の荘園について述べたものと推測される。この荘園は、地理的に重要な場所にあるハーゼガーの土承地を守っていた。三次会を創設した司教の狙いは、クバーケンブリュックは、テックレンブルク博、ラーベンスベルク博、オルデンブルク博に対する司教臭い北の取りとすることであった。 クバー・ケンブリュックの城に関する最初の文献記録は1279年のものであり、市教区の創設と同時か、それ以前に建設された。この城塞の取り壊しは15世紀末から16世紀初頭に行われた。現在その移行は見られず、1970年に新しい建物が周囲の城兵の館を消し去った。マリン教会のすぐ裏手にあるは明らかに、 識別できる。残されているのは三棟のかつての城兵の館である。これらは防衛の脆弱な場所を防衛する役割を負って戦略的に建てられている。防衛の必要性がなくなると城兵の重要性は失われ、19世紀の初めまでその名前だけが残った。市民階級の交流によりクバーケンブリックは大きな丸くと広場を有する市民都市として発展した。 マルクと広場はかつて城兵の馬上試合場であった場所だが商業の中心地となった。主工業者連合会が成立し周辺地域と取引関係が締結された。クバーケンブリックは内陸地方と海岸地方との流通交易の中心地となった。はじめは城兵のみが司法権を行使したが1469年以降は市民階級も 議会でこれを代行するようになった。上兵都市はこの頃から独自の印象を使用するようになった。1492年からは4人の上兵と4人の市民が議会を形成した。この議会は16世紀末から6人の市民だけで形成されるようになった。ヘルマン・ボンヌス・クバー・ケンブリュックのヘルマン・ボンヌスがもたらした宗教改革はこの町に根付き変革をもたらした。 ボンヌスは、オスナブリュック市教区のみならず、北ドイツ全体の教会の発展に寄与した。クバーケンブリュックでは抵抗はなく、住民の一部はすぐに、福音主義に回収し、あるいは、中立の立場を取った。三次会協会はこれにより、福音主義に改修された。いくらかの例外を除き、カトリック教徒は、その後福音主義の信仰を受け入れた。ボンヌス自身はその教理と常に連帯し、 クイーン主義の信仰が急速に広まることを喜ばしく思った1536年に定地ドイツ語の聖書の趣向を故郷の教会に寄贈したことがそのきっかけの一つであった。これはボンヌス聖書という名で知られている。聖ジルベスター教会1544年にハンザ同盟に加盟し裕福な市民の小都市となったクバーケンブリックでは100年以上に 渡る宗教の天変が始まった。主にカトリック住民に囲まれた福音主義少数派地域が発展したためである。それは様々な最悪の時代でもあった。1565年にグローセミューレン通り沿いの32軒の家屋が消失。1522年にすでにこの町で猛威を、 古い住民の大部分の命を奪ったペストが1576年から1578年に再流行した。この時は110軒の家で710人が死亡した。グローセミューレン通り添いだけで70人が亡くなった。クバーケンブリュックにおける30年戦争は1623年にカトリック連盟が驚愕と過激さと共に入場したことから始まった。それは 様々な戦闘部隊が入れ替わり立ち替わり本市を占領することに耐える時代の始まりであった。カトリック連盟の司令官ティリー博は1627年にクバーケンブリュックに対して保護状を発行したが、実際には何の効力も持たなかった。その1年後に225人の防衛部隊がこの町に宿営し、その後スウェーデン軍もこの町に滞在した。 1635年、スウェーデンの中隊がカトリック軍の攻撃を受け、この町は両軍の兵士によって略奪された。両軍の戦闘を前に、本市に残された最後の防衛策は、ハーゼ川に架かる橋を破壊し、西岸城をスナブリックに送り、救いを請うことだけであった。フェルゲンの教区監督、フィトスビューシャーは、スウェーデン軍の同意を得てこの地域に、 福音主義の信仰を根付かせる努力を行った。オスナブリュックの司教領主に福井したフランツ・ビルヘルム・フォン・バルテンベルクは1650年にフランシスコ会に対しクバー・ケンブリュックに拠点を置き、わずかに残ったカトリック信者の魂の救済に努めるよう委託した。30年戦争終戦後、カピチャレイシオ・パーペッチア・オスナブラゲンシスに基づき三次会礼拝堂の所領は 領収派に分割された。カトリック側は主に旧主席主催官及び、助任主催官の土地と建物を得た。これらは、福音主義側に7 6二帝国ターラーで、買い戻された。カトリック教区組織は、この売却益を、マルクト広場と、旧城祭との間の土地の購入に当てた。ここには、かつての城兵の屋敷跡や、これに、付属の防衛塔があった。 フランツビルヘルム・フォン・バール・テンベルクは1652年、この場所にマリエン教会の礎石を据えた。その完成は1696年にまで長引いた。この町は17世紀末に再び交流した。1667年には、宿住装置やアーザブ倉庫を持つ2機の支援水車の周辺に44軒の織物職人が住んでいた。1750年には、 シュレーダーアームマルクと商店が設立された。この商店はヨーロッパ全土で活動する商人一族の本店として機能した。クバー・ケンブリュックは1769年には10件の鈴職人を要するニーダー作戦西部の鈴加工の中心地となっていた。クバー・ケンブリュックの壺は専門家の間で評判を博した。1800年頃のクバー・ケンブリュック氏の絵図。 クバーケンブリュックは1795年にイギリス軍によって占領され、この占領状態は5年間続いた。さらに1802年6月3日にフランス統治時代が始まり、オスナブリュック工領はブラウンシュバイクリューネブリュック戦艇工領に編入された。1806年、プロイセンの勝利により、プロイセン王国領となり、軍隊が駐留する都市となった。1807年、 ナポレオン・ボナパルトが勝利し、この町はベスト・ファーレン王国の一部となった。オルデンブルク公領との境界に位置し、それまでも物資の積み返しであった。この町はイギリスと大陸との交易を阻む大陸封鎖により密貿易の中心地へと一層の発展を遂げた。大陸封鎖の緩和によって1811年1月1日、ディパートメンツノールが再び失われ、 ナポレオンによるフランス王国の直接統治領となった。1811年から1814年まで、クバーケンブリックは、アンクムを合理、クロッペンブルクを合理、フリーゾイテを合理、レーニンゲンを合理、フェヒタを合理、フェルデンを合理、ル合理ビルデスハウゼンを合理の56町村を含む人口約10万人に相当する軍の行政中心地となった。 高等裁判所がクバー・ケンブリュックにも受けられた。ライプツヒ近郊の諸国民戦争の結果、1813年にナポレオンの衰退が明白になり、1815年のウィーン会議でクバー・ケンブリュックは新たに建国されたハノーファー王国領となり、新たな都市行政機構となり、商人のアントン・シュレーダーが初代市長となった。 クバー・ケンブリュックでは19世紀に染色産業、比較産業及びブラシコットン、銀製品製造業が盛んになった。1875年10月15日にオルデンブルクからクバー・ケンブリュックを経由してオスナブリュックに至る鉄道が開通した。この鉄道は1849年にすでに最初の計画が立案されていたが、当時の小国分立状態では、 各国の利益の調整が困難であった。開通当初、クバーケンブリュックには駅舎がなかった。はじめはレストランイムブッシュで切符が販売されていた。1875年末に暫定的な仮駅舎が設けられ、1910年にやっと最終的な駅舎に引き継がれた。かつてこの駅は、京弁鉄道林源ンンベルゲクバーケンブリュック線の駅と区別するために、 中央駅と呼ばれていた。第一次世界大戦では、クバー・ケンブリュック出身の兵士が168人、死亡した。1930年、出前豊富アレイに、彼らの栄誉りが設けられた。この他の記念の場所としては、ショルルマー・リーザー男爵・クレメンスが1916年5月29日に、クバー・ケンブリュック市に寄贈した、鉄の上兵や、寄付金で建立された、ナーゲルングがある。 クバー・ケンブリュック市聴者の議会場ロビーに設置された、この像はフランスのポプラ材で作られており、鎖か扉を身につけ、盾と剣を持つ13世紀から14世紀の上兵の姿である。この像は、ショルレマー大隊の二人の兵士をかたどっている。黄金の20年代に、本市は一時的に経済の立て直しがなされた。経済危機のピークとなった1932年にこの、 症候状態は過去のものとなった。この年、220人の失業者が発生し、営業税は2年間で6万来スマルクから1万6000来スマルクにまで減少した。1932年11月6日の国会議員選挙で NSTP は650票を獲得し、1933年3月5日の国会議員選挙では、 得票率36.4%に当たる1019票を獲得した。この得票率はドイツ全体の得票率43.9%よりもかなり低いが、ナチスはクバーケンブリュックでも最も大きな力を持った政党となった。この結果と1933年から取られた国家社会主義的環境の強化によってクバーケンブリュックでも夏までに ナチスによる権力掌握がなされた。特にメルツゲファレーネには住民の多くが NSTP やその下部組織に入会した。その際に有用であったのは保守的でカトリック環境下にあったエリート階級の一部を NSTP 地方グループのトップにつけたり新しい帝国最小に有利になるような形で公的に忠誠心の表明をさせたりすることであった。 これらは経済活性化のための国家投資によって実施された。それはあたかもイギリスの経済学者ケインズが提唱する経済政策を実地応用したようであった。クバー・ケングリュックにとって重要であったのは1928年にアルトラント航空協会によって後のノイッシュタットにあたるメルシュラントに設けられた飛行場がナチスの権力掌握後1933年に 再軍備に伴って拡張されたことであった。同じ年に航空中隊がクバー・ケングリュックに配備されることになった。1935年に飛行場の拡張工事が始まり、クバドラートという偽名で呼ばれた。1940年から戦闘飛行団が駐留した。この戦闘飛行隊は、ハインケル AG-111 爆撃機やユンガー188爆撃機、 戦争後期には連合国軍の爆撃機に対する防衛として戦闘機部隊が配備された。旧空軍基地特に重要なのはクバー・ケンブリュックが損傷した動力機械を修復する大きな飛行機修理工場を得たことであった。1943年をはじめに修理工場の大部分は南フランスに移転した。その後連合国軍はこの飛行基地を察知し、 再三にわたって空爆目標とした。1944年の正土曜日に行われた最も激しい攻撃によって内主街も被害を受け、数多くの建物が損傷、または全壊した。終戦直前に飛行基地の航空機は撤退した。1945年4月11日にイギリス軍がこの飛行場を占領し、クバーケンブリュックにおける 第二次世界大戦は終了した。イギリス軍はこの基地をポーランド軍に託した。ポーランド軍は1947年まで駐留した。1933年6月時点でクバー・ケンブリュックには46人ユダヤ系住民がいた。その後生まれた人や移住してきた人を含めると国家社会主義の時代にクバー・ケンブリュックに住んでいたユダヤ人は約60人と推測される。 1935年から反ユダヤ的事件が増加する。1935年8月、市営プールにユダヤ人お断りの看板が建てられた。オスナブリュック行政区長官の命令によって、公務員がユダヤ人の家に住むことは禁止された。1936年はじめ、クバーケンブリュックの役所に勤める公務員や従業員が、 ユダヤ人の商店で買い物をすることが禁じられた。1938年11月10日、クロッペンブルクの SA 大佐は、クバー・ケンブルクの突撃隊少佐に、シナゴーグに放火し、ユダヤ人全員を逮捕するよう命令を下した。5人のクバー・ケンブルクのユダヤ人が SA に逮捕されたが、オランダ人の家畜商ナザルスコーンは釈放された。 55歳以上は釈放せよという軍役場の命令は実行されなかった。保護抗勤が繰り返され、他の3人と共にブヘンバルと強制収容所に送置された。宗教指導者のエルンストベールはここで心不全発作のために死亡した。他の3人は12月、または1月に命令により、間近に迫った移送にはわされることを免れた。 1939年5月23日、クバーケンブリュックには、ユダヤ人世帯主がいなくなった。しかし1939年5月17日の住民調査では、本市には10人のユダヤ人が登録されており、いずれもハーツェ通り6番地の家に住んでいた。1941年3月12日、市当局は、 クバー・ケンブリュックはユダヤ人フリーであると宣言した。第二次世界大戦後、クバー・ケンブリュックで水晶の夜を先導した6人が裁判にかけられた。被告人の1人は無罪、5人は2年2ヶ月の自由刑とされた。戦後、3人のクバー・ケンブリュックのユダヤ人が故郷の町に戻ってきた。シナゴーグがあった場所には1983年に記念版が設けられた。 クバー・ケンブリュックは1969年に再び軍隊の駐屯地となった。ドイツ連邦軍の救護業務軍中隊がノイ・シュタットに駐屯した。北部司令部のクバー・ケンブリュック救護業務軍中央倉庫が設けられた。現代に至るまでクバー・ケンブリュックは国境の取り出として設立され、機能してきた。現在は地域再編によって、 陸分北に移動したが、1972年まで、マルクト広場から直線距離でわずか500メートルにあった、オルデンブルガーランドとの国境は、何、世紀もの間この町の発展の妨げとなっていた。ここは、古代作戦時代には、ホルンガウト、ハーゼガウトを分けており、後には、オスナブリュック市橋領とミュンスター領の境界であり、さらには、プロイセン王国のハノーファンー州とオルデンブルク、 対抗国との国境となっていた。1972年の地域再編以降、クバーケンブリュックはバートベルゲン、メンスラーゲ、ノルトルプと共にザムトゲマインであるトラントを形成している。さらにヘンゲラーゲとグートフェールを合併した。1972年までクバーケンブリュックが属していたベルゼンブリュック軍がオスナブリュック軍の一部となったため、 クバー・ケンブリュックは現在オスナブリュック軍に属している。戦後ドイツにおいてクバー・ケンブリュックは多くの中央機関や工業系企業をノイスタットに誘致した。最大の製造業者がキナスト社であった。この会社は1960年代に従業員1000人以上を要するクバー・ケンブリュック及びこの地域の最大の雇用主に発展した。 1984年には1500万台の自転車を販売し、13万平方メートルの工場で1600人の従業員が働くヨーロッパの自転車、製造業におけるリーディングカンパニーに成長した。しかし、アジアを中心とする競合相手が現れたことで1990年代、初めから国内外の販売台数が劇的に減少し、 1999年にキナスト社は倒産を宣言した。様々な改善策や新事業がなされたが、自転車、レジャー家具、芝刈り機の製造では成果が上がらず、2005年に閉鎖された。2006年から新たに開始したキナストイコールシュテール GMBH では、鉄パイプの製造が引き続き行われている。 何十年もの間クバーケンブリュックのノイスタットで、牽制を誇った、キナストの他にも、多くの製造業者があった。マットレス製造業者、シュララフィア、リアコーポレーションや、1980年代初めには、毎日180万個の卵を選別、包装して、年間売上額約1億ドイツマルクに成長した、ドイツフリューシュティックスアイ,イコールゲゼルシャフトの支店があった。 1985年には民間の工業開発研究所ディルがクバー・ケンブリックに開設された。しかし1980年代の構造機器を切り抜けられた工業系企業はわずかであった。ベッカー車体、自動車製造、ルフ食品工場、JCK ホールディング GMBH テキスタイル、KG などが存続に成功した例である。ルフ食品工場は 従業員365人を要する生産工場を内市外に持つ唯一の会社である。テキスタイル分野の企業家、ギュンター・コルマンは JCK ホールディング GMBH テキスタイル KGE を経営している。この会社はテキスタイル部門の数多くの企業を参加に持つ上位会社である。かつてバスケットボールドイツ代表チームの選手であったコルマンは地元バスケットボールクラブ アルトラントドラゴンズのサポーターであり、メインスポンサーである。1972年7月1日に、隣接する S 線の、当時の人口で1000人以上が住む地域を合併した。クバー・ケンブリュック市長社本市の市議会は、31議席で構成されている。クバー・ケンブリュックの紋章は、おそらくこの町の創設期である13世紀に、丸くと広場背後の高台に建設された城塞に、 掲げられた。ここに住む城兵たちは印象を使用しており、それは1286年のものが書室である。印象には様式化された城が描かれており、その中央にはゴシック様式のトレサリーが見られる。1401年からは城兵の秘密院の使用も知られている。これは両側に2本並んだコロマに扉の開いた城塞が描かれている。 この秘密院が1926年頃の夫を、ふっの紋章記述のもとになっている。この紋章記述は、銀字に2本のノコギリ壁をいただく、脇等を有する、扉の開いた赤い城塞。その両側に2本の木とされている。城兵はこの町の支配階級であったため、これが死の印象として用いられた。19世紀に作られた紋章は2つの紋章をもとに、している。 すなわち、秘密院と同じように開いた扉を有している城が描かれているが、本院と同じく木は描かれていない。20世紀になると、城を近代的な様式にすることで19世紀の紋章との区別がなされた。2001年のクバー・ケンブリュック氏の基本条例では、もはや城ではなく、三つの塔を持つ入り口の門とされている。現在の紋章デザインは、以下の通り、銀字に、 三つの塔を有する赤い入り口の門。クバー・ケンブリュック氏の色は白と赤であり、氏の旗はこの配色で塗り分けられ紋章が描かれている。印象は紋章にスタット・クエイ・コンブルックという文言が書かれている。クバー・ケンブリュックは以下の都市と姉妹都市関係にある。1969年6月27日にノルマンディ地方の町アランソンとの姉妹都市協定が 調印された。これは1950年代から行われているアルトラントイコールギムナジウムとアランソンのリセアラントの交換留学の交流に基づくものである。1989年の政治上の変革と東西間の新たな融和に基づき、軍や都市レベルでのポーランドドイツ間の関係強化がなされた。このため1998年にオスナブリュック軍と 旧東プロイセムのアレンシュタイン軍から成立した、ポーランドのバルミア・マズウルイ県との姉妹自治体協定が結ばれ、軍の努力によって市町村レベルでの一連の姉妹自治体関係が成立した。クバー・ケンブリュック氏も2000年にドブレミアストと姉妹都市協定を締結した。ベーゼンベルクとの姉妹都市協定は、1990年9月21日に結ばれた。 コンウェイとの姉妹都市協定は1992年4月1日に調印された。その経緯は小話のようである。コンウェイは1982年から毎年5月に引き返るを主役とするトードサック・デイズ・フェスティバルを開催しており、引き返るレース世界選手権が行われている。1984年の春にアメリカ合衆国アーカンソー州の代理人の書状が届いた。 コンウェイという町が引きガエるを紋章デザインに採用しているヨーロッパの町を姉妹都市協定締結のために探しており、クバー・ケンブリュックがこれに当たるかどうかという問い合わせであった。この誤りを晴らすために、このアメリカ合衆国の小都市と所管のやり取りが始まった。コンウェイのローカル紙、ログキャビン・ドモクラーとは新たな姉妹関係について興奮して報道した。ただし興奮の あまり小さな誤りがあった。この報道では、クバー・ケンブリュックがバイエルンとされてしまい、風刺画として、バイエルンの民族衣装を着て、プレッツェルを振る引き返るを掲載した。このため、最初の施設団は、ミュンヘン空港に向かってしまい、そこからバスでおよそ9時間かけて、クバー・ケンブリュックに到着した。公式に、姉妹都市となるのに、それから8年を要した。 クバー・ケンブリュックは活発な文化交流や若者の交流だけでなく、クバー・ケンブリュックを変える都市として商品化するマーケティングアイデアを考えている。クバー・ケンブリュックは、ニーダー・アザクセン州西部とオランダ東部の約130の軍や市町村で形成するドイツ・オランダ自治体連合エウレギオに加盟している。クバー・ケンブリュックは、多くの木組建築が立ち並ぶ中世の街並みを有するため、 旅行宣伝などでは、北のローテンブルクと呼ばれる。ただし、この呼び名は、ブルクドルフ、ノイブランデンブルク、ハルバーシタット、ヒルデスハイムなど多くの町に使われる。1980年代、ユネスコ世界遺産への登録を住民たちが拒否した。ポッケンパットのパネルポッケンパットは、内市街を通る全長3 1トルの観光に適した小径である。 この象形は歩道に芸術的なカエルの足跡のパネルがはめ込まれて標識されている。この象形はマルクト広場に面したクバー・ケンブリュック市庁舎前を起点としてヘイエプフォルテを経由して街の重要な見どころ30カ所を巡る。1988年に公益協会テアターベルクスタットクバー・ケンブリュック EV が設立された。この協会は 市民大学の演劇コースから設立されたもので、当初は様々な場所で作品を上演していた。1990年にバーンホーフ通り35番地の建物に入居し、それ以後毎年2から3本の自主公演と客演を行っている。この劇団は1995年からニーダーザク先週アマチュア演劇連盟に加盟している。これは1999年に オスナブリュッカー・ラントシャフツ・フェアバントの文化奨励賞2000年にクバー・ケンブリュッカー・シュタット・シティフトゥングの奨励賞を受賞した。この他にクバー・ケンブリュック市交通郷土協会の文化サークルは巡業劇団の公演を定期的に行っている。公演は座席数約700のアルトラントイコール・ギムナジウムの行動や座席数3000以上のアルトラントイコール・アレーナで行われる。 1938年にはすでに絵はがきに名所として描かれているフィルムテアターシャウブルクは2005年から3つのスクリーンで上映している。1999年シャウムブルクはその特別プログラムやプログラムシリーズの構成に対してニーダーザクセンフィルムメディアビューロから表彰された。クバー・ケンブルック私立博物館私立博物館は マルクト広場の1790年頃に建設された古典主義様式3階建て切り妻マくりの建物に1983年から入居している。この博物館はかつてのベルゼンブリュック軍協同連盟副会長で方言文学作品の著者であるハインリヒ・ベーニングが代表を務めている。入れ替えの特別展示のほかに私立博物館のテーマである都市、学校、 教会の歴史に沿った常設展示や歴史的な薬局設備、礼拝堂の内部、都市農民の台所が再現され、膨大な鈴製品コレクションが展示されている。地域、実用書図書館と遺族や企業から提供された多数の地図や写真資料を収蔵する歴史文書館が私立博物館に隣接している。税務署前の貧しい納税者税務署前に半すげるとるベの 彫刻作品、デアールメスト・アーバーガーが設置されている。出前方府近郊ハーゼ川の流行し口のすぐ近くに、カローラ・ベイデルの素像、フリューゲル・バクソン・ウーバー・デム・デルタがある。この像は、ベルゼンブリュックからメ・ペンに至る、全長約 100km 以上のハーゼタール、ゲージスルートのステーションとなっている。ホーエプ・ォルテ・クバー・ケンブリュックの街の景観は、 福音主義聖ジルベスター教会の13世紀の塔と、カトリックのマリエン教会の17世紀に建造された塔によって決定づけられている。市の北側に、フォーエプフォルテのあるランゲ通りが通っている。フォーエプフォルテは、かつては5つあった市門のうち唯一現存する門で、ある。この通り沿いの旧市街には、主に歴史的住居や、城兵の館からなる。 約100件の修復された木組建築が存在する。ネオルネサンス様式の旧区裁判所には税務署が入居している。古典主義様式の視聴者、城平の館跡に建設されたマリエン協会、ホスハーゲン邸が立つ中央のマルクト広場周辺は歴史的な住居や商店が集まっているもう一つの例である。1990年にマルクト広場に作られたエウロペノイズミは フライブルクの芸術家、フランツ・グートマンの作品で、たくましいお牛とエウロペによって、この街とヨーロッパ全体との連携を象徴しているものである。旧市街の西側に1909年から1910年に建設された有限としている様式の駅舎がある。印象的なロックスター邸は、戦後の革新への陶水感の中で、医療センターの近代的な建物のために、 1964年に取り壊された。この他の城兵の館はグローセミューレン通り沿いにあり、リックラーゲ家の館は古い水車と調和している。クライネミューレは1235年にはすでに創建されており、グローセミューレと共に修道三次会に管理を委託されている。現在も穀物の粉引き装置が残されているクライネミューレの 本館は1726年に建設された。城兵の館は、ブルク通り2番地及び7番地、ランゲ通り18番地、37番地、45番地、47番地にも残されている。クバーケンブリュックには常述の他に2つの教会がある。ノイシュタットにある、福音主義の聖ペトルス教会とヘンゲラーゲにある、カトリックの聖パウルス教会で、 共に1960年代に建てられた。1955年までは、ノイシュタットに、聖霊礼拝堂があった。クバー・ケンブリュック市立公園。クバー・ケンブリュックは、緑地が豊かな町である。ノイシュタットには、市民公園がある。アルトシュタットの端に2006年に新たに、市立公園が設けられた。スイミングプールと、スポーツ広場の傍らを抜ける。 ハーゼ川沿いの遊歩道は大飛行を通って出前豊富に至る。市の森は中心部から数キロメートル北東にある。大飛行の北には1990年にハイラーツバルトが造成された。ここでは新道新父や恋人が植樹することができる。クバー・ケンブリュック市は木の販売などの営利業務を放棄している。さらに植樹の料金も規則もない。単に 土着の種で健康で寿命の長い紅葉樹、例えば、ヨーロッパなら、冬なら、ヨーロッパアブナ、西洋市で、ノルウェーカエデ、西洋ミザクラ、シナノキ族、ニレなどを植えることが推奨されている。大彦都市の森との間に、広さ18ヘクタールのハーゼバルクがある。周りをハーゼ川が流れる、この公園は1902年に造成された。二つのビオトープと多くの茂みが、 公園風の外観を形成しており、ここでは伝統的なクバー・ケンブリュッカー・レンタークが開催される。クバー・ケンブリュックの屋外プールクバー・ケンブリュックのカヌーポロスポーツ施設市の中心部の東側にアルトラントイコールアレーナ、広い体育館、様々なスポーツグラウンド、アンツーカートラック、屋外、屋内プール、テニスコートを備えたスポーツレジャーゲレンデがある。 リクラーが通り沿いのハーゼパルクでは9月の第1日曜日にアルトレンダーレンフェラインが主催するレンタークが行われる。このイベントは古城障害競争で全国的に知られている。ニーダーザクセン通り、フリードリヒ通り沿いの休憩弁鉄道駅から廃線になったクバーケンブリックノルトルプ間の軌道を利用したハンドカーを楽しむことができる。 ノイスタットの急航空基地は模型飛行機やグライダー用の飛行場として利用されている。バスケットボールバスケットボールクラブ、アルトラントドラゴンズのチームは2003年から2015年までバスケットボール分でスリーガでプレーした。2006、7年シーズンにドイツ選手権準優勝。2008年5月には PBL 杯で優勝し、クラブ史上初のタイトルを獲得した。2010、 11年シーズンにバスケットボールブンデスリーガのプレーオフ準決勝に進出した。2015年5月3日、アルトラントドラゴンズはバスケットボールブンデスリーガからの撤退を発表した。若手世代の育成はアルトラントドラゴンズの母体クラブであるクバー・ケンブリュック体操及びスポーツフェラインと共同で行われている。 アルトラントアレーナでのアルトラントドラゴンズのバスケットボールの国内、国際試合のほか、9月第1週末のアルトレンダー、レンターク、9月半ばのブルクマンフェスト、11月の音楽の日がこの街の重要な年中行事である。クバー・ケンブリュックの音楽の日クバー・ケンブリュックの音楽の日は、1985年にクバー・ケンブリュックの学校音楽家、ギュンター・シューリーメンによって創設され、 二年に一度11月に開催されている。このイベントは年ごとに入れ替わるクラシック音楽のコンサートシリーズで構成されているが、その他のコンサートや演劇上演も行われる。イベントはアルトラントイコールアレーナ、アルトラントイコールギムナジウム、教会で開催される。2001年にはこれに加えて音楽の日のサマーフェスティバルが開催された。このフェスティバルは以前は 毎年初夏にバートベルゲンの豊富ニートフェルトで開催されていたもので通常8つのイベントが行われる。ザムトゲマインでは2007年に予算上の理由からサマーフェスティバルと音楽の日を1年おきに交互に行うことを決定した。これにより約3万ユーロの節約が期待された。パンハスのバリエーションであるベップケブラウトはかつては 朝食と昼食の間の軽食として好んで食べられていたが、現在ではほとんど見られなくなった。ピッケルともメニューから姿を消し、グリュンコールのような副菜が上位を占めるようになった。蕎麦粉のパンケーキ、ボークベーテンヤンヒンレルクは、蕎麦粉のスープと共によく食べられる非常食で、かつてはエムスラントの地方料理であったが、やがてアルトラントの地方料理として知られるようになった。 水車の存在を初めて記述した1235年の記録は中世世紀に根付いた産業分野を示している。カール・ハンス・ハウプトマイヤーはその論文13世紀から16世紀のクバー・ケンブリュックの経済史においてこの集落を農業の中心地で1278年以降は組合方式に組織された地方貴族や領主が保護する交易地であったと 見なしているここでは、近隣集落からの家畜、穀物、その他の作物が売買され、地元の制度産事会に利益がもたらされた。15世紀半ば、城平の衰退と時を同じくして、この町の小都市型経済生活が発展した。1435年に、生花業者、1443年に、食福志向業者、1476年に、 下手屋が組合を結成した。こうしてクバーケンブリュックのギルドは、当初は男女を含む宗教的兄弟会から形成された。1407年に聖母ギルド、1435年に聖ジルギルドが設立されたが、これらはどうやらこの町の名士の集まりであったようで、職人や商人の組合とみなすことはできない。1494年にケオリコーのツンフトが結成された。 毛織物は1488年から町の外で交易されていたことが証明されている。彼らに市の宿住工場やいくつかの染色場が使えるよう便宜が図られた。17世紀後半からクバーケンブリックで鈴鋳造が行われていたことが証明されている。18世紀には同時に4カ所の鋳造所があり、この時代の高い鈴食器需要に応えていた。 クバー・ケンブリュッカー・クリューゲはその製品の一つで、打ち出し採掘された蓋が作られた工場を示していた。通常、工場はその家族に引き継がれ、このため、バールマン、シュナッケンベルク、エックホルト、ヘルシャーといった祖父中蔵マイスターの名字が、工場名の由来となった。最も生産量が多かったのが1710年生まれの、ルーベルト・ディードリー・ヒ・バールマンで、今も残る。 鈴食器にも、しばしば彼のスタンプが刻印されている。ゲルハルト・マティアス・ヘルシャーの刻印もこれと同じくらい存在している。これらは、クロッペンブルク博物、縦村やクバー・ケンブリュック私立博物館で見ることができる。1850年以降クバー・ケンブリュックの鈴、鋳造業は急速に衰退した。その数年前からこの町や周辺集落から、 職人の移住が始まっていた。これはナポレオン統治時代にツンフト制度が廃止されたことに端を発している。クバーケンブリュック周辺地域の収穫指数は35から45で、これに隣接する地域に比べて良好と評価されている。この地域は比較的遅い時期に開墾された砂地、湿地、荒地であった。しかし、勾配がわずかで、 多くの分流となったハーゼ川が、オスナブリュッカー・ベルクラントから長年にわたって、ミネラルが豊富で肥沃なお奇跡度を運び、蓄えたことで、良質な土壌が形成された。アルトラントは、オスナブリュッカー・ラント全域がそうであるように、伝統的に古作農による工作がなされてきた地域である。クバー・ケンブリュック周辺では、多くの工作が営まれており、家畜密度は低い。 肥沃な耕作地では、カラス麦、ライ麦、大麦、さらには、工作が難しい小麦が栽培されている。しばしば穀物生産の余剰が生まれたため、オスナブリュック市協量の穀物庫と呼ばれていた。何世紀も経過するうち、裕福な豪農階級が形成されていった。その豊かさは、現在もアルトラント文化財に登録されている。数多くの装飾豊かな、 古い館に見ることができる。現在では、こうした館の大部分の住人が、農場の主たる相続者というわけではない。2003年時点で、クバー・ケンブリュックでは23軒が農業を営んでおり、1269ヘクタールが農地として利用されていた。このうち12軒が飼料用作物栽培、6軒が穀物栽培、2軒が野菜。 果樹栽培に従事していた。この他の2件は継ぎ木による品種改良、1件は畜産を行っていた。7件が専業農家であった。全部で74人が農業に携わっており、このうち23人がフルタイムの農業従事者であった。工作地の約50%がトウモロコシや豚及び課金用の飼料作物を中心とした。 穀物栽培に利用されており、約35%が緑地であった。100年前まで、クバーケンブリュック周辺には、樹木が非常に少なかった。地域の居住地の外側は、ヤブ状の荒れ地や湿地であるため乱作が妨げられており、森林が形成されていた。アルトラントでは普通に見られる古い多くの木は、もっぱらし有地の農場内にあった。 農民解放後の農地整理の過程で、入会地として利用されていた土地の大部分が私有地化され、乱作は急速に減少した。新しい所有者は新たに得た土地の価値を高め、入会地を計画的に手入れした。こうして、クバー・ケンブリュック市の北部に140ヘクタールのシュタットバルトが形成された。シュタットバルトは2008年2300本の多くが植林され、 0.5ヘクタール拡大し、ハイラーツバルトとつながった。現在では、シュタットバルトとハーゼガーの川岸は主に、多くと、白樺からなる、豊かなコンコとなっている。長年にわたって、この町にとって、最も重要な企業は、キナスト社であった。この会社は二度の倒産を経て2005年に新たに、キナストイコールシテール GMBH として、再興されたが、 その重要性は失われている。この他にもクバー・ケンブリュックは1950年代からマットレス製造、機械製造、化学染料工業の中心地に成長した。化学染料の会社は1950年に企業12社から設立された。これ以外で現存している大きな企業はルフ社だけである。この会社は1920年から焼き菓子の添加物、デザート、 焼き菓子用ミックスパウダーを製造している。この会社は従業員数350人で2007年には18億パックを製造した。1985年にドイツ食品技術研究所がクバーケンブリックに設立された。この研究機関には150人が従事しており400万ユーロの予算を執行し主な食品関連企業との共同で公的研究を 行っている。自動車産業下請けの AR コーポレーションは1988年にこの町に拠点を置き、約250人の従業員で高級自動車シートを製造している。ミュンスター、オスナブリュック国際空港とブレーメン国際空港はどちらもクバー・ケンブリュックからそれぞれ8 0トルの距離にある。クバー・ケンブリュックは クロッペンブルクからの連邦道 B68 号線経由でオスナブルク及びノルトベストファー練習方面と結ばれている。この連邦道はアルトシュタットとヘンゲラーゲチクとの間にあたる地域の北部を通っており、市の中心部の東側と南側を迂回するバイパス道路となっている。最寄りのアウトバーンのインターチェンジは東約 15km に位置する 連邦アウトバーン A1 号線のローネ・ディンクラーゲインターチェンジで、修道 L845 号線でアクセスできる。西側方面へは、修道 l 6 0号線がメンスラーゲに伸びており、ここで、レーニンゲンへ続く、L74 号線に接続する。レーニンゲンでは、連邦道 B213 号線に接続しており、これを利用して、 アウトバーン A31 号線に向かうことができる。クバー・ケンブリュック駅、クバー・ケンブリュックは、ノルト・ベストバーンにより運行されている鉄道、ビル・ヘルムス・ハーフェン・オスナブリュック線に接続している。この路線のオルデンブルクまでの一部区間と当時、国境駅のクバー・ケンブリュック駅が開業したのは1875年10月15日であった。この非電化路線では、 自動車タイプリント41を使った、レギオナルエクスプレス RE18 が運行している。ライン鉄道会社によって1879年に開通した、デュースブルク・クバーケンブルク線は、数十年間、ドイツ最後の大規模鉄道建設工事計画であった。これは、バンネアイケルハンブルク線の競合路線として、 策定され、特に第一次世界大戦中は、ルール地方とビルヘルムスハーフェン軍港とを結ぶ、最大経路として重要視された。しかしこの路線は、本来の目的である、バンネアイケルハンブルク線、ロルバーンの競合路線とはならなかった。クバー・ケンブリュックとライネとの間の旅客運行は1969年に廃止され、同じく間の貨物輸送も、その9年後に廃止された。 これ以前に、ライネ・クバー・ケンブリック艦をインターシティ実験の試験船として整備する計画があった。この計画は、数キロメートルの北西で同時に建設されるエムスラントトランスラピッド実験船を補完するものとして計画された。やがてレジャー用、ハンドカーが利用しないクバー・ケンブリックシュペレ艦の軌道が撤去された。1952年には、クバー・ケンブリックから、 メンスラーゲ、ベルゲを経由して、林元に至る軽便鉄道が開通した。この軽便鉄道は、連邦鉄道の駅の西側に、固有の駅を設けた。公共旅客交通は、オスナブリュック交通会社のバス部門が担っており、その他にもボス、ノルト、バーザー M32 の様々なバス路線がある。クバーケンブリュックは、全長 142km の観光街道。 アルトラントイコールルートの起点である。観光客のグループは廃止されたクバー・ケンブリュック・ライネ線でハンドカーを楽しむことができる。さらにアルトラントを旅するサイクリング愛好者にはクバー・ケンブリュック市内を多くの自転車道が通っている。フェリーエンコ釣りの愛好者はゲストカードによってクバー・ケンブリュックスポーツフィッシングクラブフィッシェの管理する数多くの水域で釣りをすることが できる。このクラブが管理する水域は、グローセハーゼ川、クライネ、ハーゼ川、市域内のグローターウンが、ダイヒハーゼ川、グローセミューレンハーゼ川、ハーゼーツ、ミナクチ、ブラウ川、フェリエンコダイヒコ、バッカークレ、レンプラツイケ、イムフラフハ水域である。ベルゼンブリュッカークライスブラッドは、ノイエオスナブリュッカーツイトングのローカル市であり、クバーケンブリュックに、 編集本部を置いている。同じ建物には、ザムトゲマインであるトラントの図書館やクバーケンブリック、私立図書館が入居している。合わせて2万冊を超える書籍を収蔵している。さらに、オスナブリック軍北部、オルデンブルク南部及びエムスラントの一部を対象とする地方紙、ホルトレフファーが刊行されている。この雑誌は各週間であるが、夏季には、 数週間休館となる。マルクトプラッツは、アルトラントイコールアトリエの隔月間の雑誌である。オーエヌアムゾンタークは、オスナブリュック及びオスナブリュッカーラント向け情報面を有する雑誌で、日曜日に刊行されている。1971年までクバーケンブリュックには2つの病院、福音主義のベターニエン病院とカトリックのボロメウス病院があったが、 1971年9月23日に統合された。ニーダーザク先集者会省との共同作業で420床の病院建設が計画され、1974年5月14日に提訴がなされた。3年後に工事は完成し、ハウスアイとして業務が開始し、糖尿病関連の医療サービスが拡充された。その1年後にベターニエン病院が改築、 回収された。ハウス2には新しい医療科である神経科と精神科が入居した。1999年のハウス2の近代化に伴い神経科がハウスアイに移転した。病院のロビーやエキュメニズムの礼拝堂、アルケでは定期的にコンサート、朗読会、展示会といった文化イベントが開催されており、その多くが無料で入場できる。 アルトラントイコールギムナジウムクバーケンブリュックは学園都市と称される。この町には北ドイツで最も古いギムナジウムであるアルトラントイコールギムナジウムがある。この学校は1354年に設立されたラテン語学校にまで遡る。3校の基礎家庭学校、1校の本家庭、実家学校、1校の養護学校、オスナブリュック軍立経済学、 経営学職業専門学校、治療教育、ポドロジー、糖尿病学、物理療法学の専門学校、看護学校、市民大学と様々な教育施設を完備している。また、オスナブリュック大学学士課程の分校設立が計画されている。さらに、オスナブリュック軍立音楽学校、ブルクマンスカペレクバーケンブリュック EV の音楽学校、私立のスピーチ学校、 多くの予備校がこの町に存在する。クバー・ケンブリックで最初の高等教育施設がいつ設立されたかは現在も明らかではない。確実なのは1354年にレクター・スコラーム・イン・クエイコンブルという記述が文献に残されていることである。この学校が聖ジルベスター修道会の施設で元々は 若い聖職者を教育していたという点については、年代記作者の見解が一致している。一連の会計記録から、遅くとも1507年からは、市がこの学校に関与していることが分かっている。1893年まで学校は、聖ジルベスター教会の付属建造物に入居していた。1647年に、主席司祭、フィトゥスビューシャーは新たに学校を設立した。 古いラテン語学校は、福音主義の国民学校と関連しており、これとは別に、カトリックの学校があった。19世紀になると、ラテン語教育の独占体制が弱体化し、クバー・ケンブリュック市当局は、プロギムナジウムへの変革を要望した。この学校は1832年に3人の教師、3つのクラス40人の生徒で開校した。 その後生徒数は減少し続けたが、レアルギムナジウムに改変されると、生徒数は上昇に転じた。1874年に、学校はグローセミューレン通りの新校舎に移転し、その後何度も増改築が繰り返された。しかし1964年に、生徒数が550人にまで増加したため、またしても新校舎が必要となった。 約700人まで学ぶことができる新しい学校、建築群は1967年1月20日に完成した。この際、クバー・ケンブリュック出身の当時の経済、交通大臣、カール・メラーが祝辞を述べた。この町の最も有名な出身は、1504年にクバー・ケンブリュックで生まれた宗教改革家、ヘルマン・ボンヌスである。この他にこの町で活動した。 歴史上の人物としては、以下の人物がいる。バートベルク出身の彫刻家で画家、さらには、バイオリン製作者でもあるカール・ワレダー、詩人のルートビヒブリル、ノーベル賞受賞者、クラウス・クリッツィング。クバー・ケンブリュック出身者には、映画歴史家のエンロ・パタラスもいる。結世夫妻、ゆるくと民肥ンの、泉押しどり夫婦の、結世夫妻、ゆるくと民肥園、本来の名は、 ゲルハルトとビルヘルミーネの結斥夫妻はクバー・ケンブリュック出身である。彼らは晩年をクバー・ケンブリュックの旧品院で暮らし、籠を編んで生計を立てていた。ユルクは1910年に、ミンヒエンは1917年に亡くなった。彼らは福音主義墓地の共同墓地に葬られた。彼らに泉が捧げられた。これらの文献は翻訳元である。 ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。1848年のドイツ革命や1920年のカップ一期の際の犠牲者、またその追悼行事、ありがとうございます。